はい、こんにちは、さかなやです。女の子にも優しいマックということで何回か動画アップしてるんですけども、今日はですねマックの文字変換がすごいという話をします。マックの文字変換がすごいというのはですね、マックの OS が今最新はこのシエラになってるわけですけども、その前のエルキャピタンだったと思うんですけども、そこからですねライブ変換という機能がつきました。それがまたねすごいんですけども、ちょっとやってみますね。上にですね先ほど打ったものがありますけども、これと同じものを打っていきたいと思います。ここにですね勝手にですねどんどん変換をしてくれるんですね。ちょっと先ほど1回打ってるので下にですね同じ候補が出てきますけども、まあ気にしないでください。どうでしょうか。今ね見てもらったように勝手にですね文字がどんどん変換されていくんですね。これはですねここのシステム環境設定ですねのこのキーボードのところに入力ソースがありましてですね、ここにですねこのライブ変換という項目があります。今の新しい OS にするとですねこのライブ変換チェックが入ってるんですけども、チェックが入ってるとそういう状態になります。まあ、これちょっとね外してみましょう。そうするとどうなるかというとですね、これを外すとですね、これもう当然なんですけど変換しませんよね。文字を打っていって、まあ、変換勝手に変換した候補がですね違う場合もですねそのまま打ち続けるとですね、その先の文章内容によってですね一度変換されたものがまた変換されますという形でですね、かなりの精度でうまく変換できますので、これやっぱ Mac すごいですよね。今日は Mac の文字変換がすごいという形でですね、動画を作ってみました。今日もですね、最後までご視聴ありがとうございました。またいろんな動画を作っていきます。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではまた。